皆さんこんにちは、高校野球 .com の栗崎です。9月17日時点でプロ志望届を提出した高校生は124名となりました。今回の動画ではプロ志望届の途中経過としてここまでの顔ぶれを振り返っていきたいと思います。昨年は史上最多の215名がプロ志望届を提出しましたが、今年は何名の選手が提出するのか、まずはここまでの提出者一覧をご覧ください。今回は春夏連続甲子園出場者、選抜甲子園出場者、選手権大会の出場者、そして甲子園出場ならずも地方大会で評価を上げた選手たちの4つの項目に分けて紹介していきたいと思います。どの項目にも注目選手がまんべんなく入りました。まずは春夏連続甲子園出場者から見ていきましょう。木村投手はこの夏最速150キロをマークし、夏の甲子園では平均球速140キロ超えとパワーアップした投球を見せてくれました。そしてリードする大津選手も木村投手の投球を見たときにいいキャッチャーもいると思った方も多いのではないでしょうか。夏の甲子園ではスローイングタイム 1.83 をマークし、さらにキャッチングの良さも高く評価されています。中川選手は今年の夏の甲子園で大きく評価を上げた候補手で、2試合連続本塁打に投手陣の持ち味を引き出す好リード、チーム初の甲子園ベスト4の大きな原動力となりました。また池田龍馬選手も大阪大会では26打数17安打、2本塁打14打点、打率6割超えと圧巻の数字を残し、松浦投手はこの夏最速148キロをマーク。甲子園では雨天での投球でしたが、ここぞという場面で投げ込む直球は威力抜群でした。白木投手は甲子園3試合で好投を見せた技巧派左腕、打者としても2本塁打を放ち一塁守備も秀逸。果たしてプロはどちらで評価しているのか気になります。その他にも西原選手は九州大会で3本塁打を記録し、京本投手は甲子園で146キロをマーク、花田投手は甲子園でも安定した投球を見せた大型右腕で、ポテンシャルも実践力も非常に高い選手たちの名前が並んだ印象です。続いては甲子園に出場した選手たちを紹介していきます。151キロ右腕の黒柳投手は主にリリーフとして活躍し、前評判通りの活躍を見せました。また大型右腕の辰投手は140キロ後半の速球とフォークが冴え渡るピッチャーで、
また小園投手もアベレージで140キロ中盤を叩き出すまでに成長し、変化球だけでなく力で押す投球にも磨きをかけています。そしてその小園投手の女房役の松川選手も和歌山大会では攻守で圧巻のパフォーマンスを残し、評価をさらに上げました。さらに川口選手も馬力のあるパフォーマンスを見せる強打の遊撃手で、笹原選手も強肩強打の外野手として大きく注目を浴びています。続いては夏の選手権大会出場の選手を見ていきます。風間投手はこの大会で最速152キロをマークし、秋田大会ではなんと最速157キロをマーク。パワーピッチングができるところは非常に魅力的です。そして同じ速球派では寺島投手が最速を148キロまで伸ばし、変化球の精度も非常に高い投手です。今年の高校生を代表する投手へ成長しました。また滝口投手はリリーフとして常時140キロ後半の速球を投げ込み、打者を圧倒する投球が持ち味。秋山投手は西日本短大附属戦で完封勝利を挙げており、速球変化球の出し入れが群を抜いていました。桂投手も智弁学園戦で最速140キロをマークした左の速球派投手で、同じ日本航空のエドポロ選手も抜群の強肩とパワフルな打撃で活躍を見せました。その他にも大会屈指のスローイング能力を発揮した加藤選手、二刀流の才能を秘めた田村選手など、注目の選手はここにも多くいた印象です。最後は甲子園出場ならずも地方大会で評価を上げた選手たちを見ていきます。まず最大の目玉投手の一人といえば森木大地投手ではないでしょうか。最速154キロの速球に多彩な変化球で圧倒する投球は世代トップクラスの評価を受けています。竹山投手は最速151キロを誇る弾丸ストレートで打者を圧倒する大型右腕。そしてその竹山投手とともに注目された菊田投手もプロ志望届を提出。夏の大会から状態が上がっており、投球練習では快速球を見せてくれました。吉野選手は高校通算56本塁打のスラッガーとして大きく注目されており、夏の大会が終わってからはスイングの軌道を改善、自慢の打撃にさらに磨きをかけました。そして同じ関東地区のスラッガーアリゾン選手も高校通算70本塁打をマークしており、三塁守備でも抜群の強肩を見せます。
また相原選手も能力的には非常に高い大型遊撃手で、大巻投手は夏の岡山大会で最速147キロをマークした速球派右腕、鴨内投手も2メートル近い長身から繰り出す角度のある直球が魅力の大型左腕です。そして7年連続指名の期待がかかる花咲徳栄からは、堀越投手と宮選手が提出。堀越投手は140キロ後半の速球に曲がりの鋭いスライダーが持ち味で、また宮選手も走攻守三拍子揃った大型捕手。7年連続の指名となるか注目です。坂口選手は2年夏に帝京大可児戦で2ホーマーを放って話題となった選手です。渡辺選手はこの夏4強入りに貢献した右の強打者です。高度な打撃技術が備わっており、プロのスカウトがどんな判断を下すのか注目していきたいと思います。ということで、今回の動画ではプロ志望届の途中経過として、ここまでの顔ぶれとその活躍を振り返っていきました。他にはどんな選手がプロ志望届を提出するのか、とても楽しみです。